を思う方、競輪が大好きな方、皆様に楽しんでいただけるようにこれからもよろしくお願いします。お願いします。では早速これから競輪取りまくりを一緒に盛り上げていただく競輪取りまくりガールのご紹介していきます。ではこちらからお願いします。はい、覚醒ロリモインみなっちょことみなとみそらです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、日本史大好きまいちこと昼川まいです。よろしくお願いします。はい、サンスポ55クイーングランプリアイカップの下地ヴィーナスマイプこと水沢まいです。よろしくお願いします。お願いします。皆さんすごいやっぱアイドルらしくよろしくお願いします。可愛いですねマイプさん、このそうグランプリなんで、ついちゃんでもう体の一部です。生えてる、そう生えてきました。車検もじゃあいっぱいやってて、はい、いっぱい車検のクイーンも目指してください。頑張ります。頑張り、頑張りマイブ。そんな3人は競輪はミッドナイト競輪など普段ご覧になっていますが、はい、競輪はどのようなものかご存知かと思いますが、すごく歴史が長いのは知ってますか。歴史長いんです。歴史が長いんですよ。全然知らない。全然知らない。そうですね。今だとその記念開催っていうのがあって、うん、記念開催が今年だと第開設73周年記念、74周年記念もやってる競輪場もあったり、それぐらい歴史があって、そうなんですよ。ね、でもね、みんながやっぱ今日はそんなにあんまり詳しくないということで、はい、今日はなんと。ね、長谷川記者さんに来ていただいておりますので、はい、よろしくお願いします。青木の長谷川です。お願いします。大先生で、大はつかないかもしれない。いや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 、大先生。でも長谷川記者さんはちなみに競輪始めてどのぐらいなんですか。競輪は僕もめちゃくちゃやってます。長いですね。もう20年ちょっとぐらい。20年やってます。はい、小学校人生だから。小学校もうちょっと年出てください。26歳実は。小学校から言うと、ね、まだ20。我々の実は年下です。チュルチュルだ。チュルチュルだ。テカテカってる。綺麗で、この感じで盛り上げていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。はい、その先ほど言ったように競輪は70年以上の歴史があります。その最初のレースが1948年11月の20日小倉競輪場で始まりました。この日が競輪の誕生日になります。第1回小倉競輪競争のシャンバイシャン大丈夫車検販売額は1973万円、入場者数は約5万5000人と爆発的な人気となりました。ねえ、すごい、5万人、5万人、ね、東京ドームですね。満員ですね、東京ドーム。そもそもその競輪という言葉を考えたのは誰だか知ってますか、皆さん。知らないです。知らない。でも逆に知ってますって怖いですよ。知ってますって皆さん、ね、そんなのね。なんとその当時毎日新聞に勤務していた新聞記者さんが命名したと言われております。記者さんなんですね。そうなんですよ。ね、びっくり、私も今知って困ったのにましたもん。でその翌年1949年には東日本で初となる大宮競輪が開催され、そこから人気が全国へと広がっていったんです。すごい。そうだったんですよ。そこから1950年代頃から高松宮記念杯、競輪祭、オールスター競輪など今でも行われている大会が始まりました。1957年にはベルギーで行われた世界選手権自転車競技大会に中井光雄選手と中野康光選手の2人がプロ競輪選手として初めて出場します。初出場から18年後の1975年8月同じくベルギーで開催された世界選手権自転車競技大会で阿部亮次選手がプロ競輪選手としての初めての銅メダルを獲得しました。ねえ、1977年には皆さんご存知の方も多いと思いますが、中野浩一選手がベネズエラ大会で日本人初となる金メダルを獲得しました。
中野選手はこの大会から1986年までの10年間世界選手権10連覇という日本スポーツ史上初の大企業を達成します。さすが。知ってますか中野浩一さん、はい、レジェンドですね。レジェンドです。そうですよ、本当にレジェンド。麻雀もね、お好きでね。あ、そうなんですね。はい、番組でアシスタントをさせていただいてるんですけど、うんうんうん、よくご出演されてて、なるほど、なるほど。じゃあ進行はっていうか、ちょっとご挨拶させていただいて、すごい、ちょっとそばで見させていただいたりとか、レジェンド感半端ないです、麻雀も強くて、各方面でレジェンド感が出てます。すごいな。本当さすがですね。この連覇記録は同一競技世界選手権最多連覇としてギネス世界記録にもなんと認定されており、連覇でギネスに認定されている日本人スポーツ選手は中野浩一選手の他ではレスリング女子の吉田沙保里選手と伊調馨選手だけなんです。そうか、ちょっとね、並んで、ね、すごくないですか。すごいよね。そういった背景から全国各地に競輪場ができ、大人気の公営競技となりました。うん、ねえ、長谷川さんも、長谷川選手って一緒に面白くないですよ。いや、入ったのは全然大したことない。僕たまたま父親がちょっとやってたんで、ってこれにね、一回中学か高校の頃からなんかついていって、それでなんか見たっていうのが本当に一番最初でしたね。今日の競輪場に行ってたまたま入ったら行ったっていうだけで、あ、まあ、この時は別に、あ、まあこういうもんなんだってぐらいで、そこまではまあ、あーってぐらいの感じでしたね。でもその当時だと、はい、今みたいにスマホとかがないじゃないですか。ないですね。その時のその投票とかって、まあ、基本現場に行くか、あとなんか電話投票っていうのがあって、まあ、もちろん僕その時はまだやってなかったんですけど、そうですね、ちょっともうスマホ投票の前はやっぱり電話投票で、こう、はいはい、なんかこうボタンを押しながらなんて打ったりとかもあったりしてる。そうなんですね。はい、でもやっぱり現場行かないと買えないなってイメージでしたよね。車検って今とは全然違います。全然違うんですね。はい、で初めて車検とかを買ったりした時も、うん、もうその時もまだスマホとかそういうのが全然なかったので、もう電話が現地で。まあそうですね、現地で買うって感じでしたね。はい、今みたいにあのマークシートみたいな感じで。あ、そうですね、マークシートを普通に塗るって感じですね。そうなんだ。この半年、半世紀以上の南さん、感じ苦手でした。スルーしてあげて、ちょっとスルー、なかなかこっちがちょっとハラハラして可愛らしい一面も心をいただきながら頑張ります。価値が多すぎて難しい。では半世紀以上の歴史がある競輪選手の方の活躍もあって、一気に全国に広まっていった競輪は競輪人気。次回は全国の競輪場にスポットを当ててお送りいたします。